安倍首相、仙台原発の再稼働をするな、させるな、鹿児島の今、九州の仲間たちが5月16日から鹿児島から5月27日まで11時間もかけて原発再稼働させない、仙台原発の再稼働させないための事前でも行っている。5月27日は福岡の中小電力本店で高緯度、高緯度給電本輸行動を行われようとしています。そして給電本社内に100人以上が入り込み抗議の声を行います。我々も隣を連帯して5月27日給電東京施設の抗議をやります。絶対に仙台原発の再稼働をさせるら、規制庁ともとも私たちの命を一民間企業に売り渡すな。我々は絶対に再稼働させない。安倍首相、私たち毎週毎週金曜日ここに来てあなたに抗議してますよね。聞こえてるんですこの声。相変わらず原発再稼働、戦争への道進んでるんですか。私たち絶対に許しませんよ。そして九州の人たち、今毎日毎日歩き続けてあなたに、国会に、そして国会議員に、そして電力会社に抗議してます。今鹿児島から九州電力本社に向けてリレーでも毎日毎日8時間歩き続けてます。あなたたちがやらせてるんですよこんな行動を。あなたたちがやめないから私たちが抗議してるんですよ。よく聞きなさい、国民の声を、九州の人たちの声を。仙台原発絶対再稼働させないって頑張ってますよ。皆さんどうぞ国民の声よく聞いてください。